今日はグロムで、はい、やってきております。はい、まあそうですね、このグロム本当にね、よく働いて、くれます。本当によく走るね。本当にこう原付2種でね、これをまあ2年ぐらい前かな、買った時の本当にベストバイだったかなって思いますね。まあちょっとちっちゃいバイクなんでね、ミニバイクなんでこうまあどうでしょうね、積載性とか、使い勝手とか、そういったような部分どうなのかなって、思う部分もね、ありましたけれどもね、まあほぼほぼ無敵ですね。僕的には本当に、このグロム買ってよかったなと、いうふうに思ってますけどね。はい、まあただそれは、あくまで現在の話であります。はい、皆さんどうでしょうかね。今まあ1台持ちの方、複数台持ちの方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと先、近い未来、近い将来、自分が、こうなんていうのかな、持ってるバイクのラインナップ、そういったようなものって考えたことありますか。今日はね、ちょっとそんなことをね、考えていきたいなと思うんですよ。そんなこと言ってもね、そんな先の話なんていうのは分かりませんよ。分かりませんけどね。でも、それでもちょっと考えるとね、なかなかそういうものって楽しいんですよね。まあ、特に、前も言いましたけどね、あのバーチャル増車とかね、バーチャル減車とかもありましたし、まあ脳内で増車したり脳内で乗り換えるのは無料ですからね。はい、ということでね、今日もちょっと、先の話、をね、想像して空並みのバイクのラインナップ、まあ、その辺をね、ちょっと想像しながら、楽しんでいきたいなというふうに思います。近い将来の、ご自身のラインナップ、皆さん考えたことございますでしょうか。そうですね、まあそれが一体何年後を示すのかっていうのは、まあ人それぞれね、まあ違うところだと思いますけれどもね。まあ空波ぐらいの年齢になりますとね、なかなかこう夜年並みには、勝てなくなってきたりとかね。そういったような部分もあると思うんですよ。で、実際ですね、現在の空波取りの、バイクラインナップ、まあこれに関しては、空波的にはですね、完璧に穴のない婦人ではないかと、自負しております。はい、もう満足してますね。もうこれちょっと入れ替えるところが本当ないかなと、いう感じです。まあ本当にここへ来てね、ついに極まったかなと、いうような状態です。まあ本当にそうですね、大型で、まあ重たいですけどね、本当に走りをねぶっ飛んで楽しみたいと、いう時には、MT-01 があります。まあただね、あれで長距離行くほどの体力はもう空波には残されていないかもしれません。ただ本当に乗ってる時は楽しい。一日ね、日帰りのツーリングですとかね、まあ半日のツーリングなんていうのにはもう本当に最高です。気持ちいいの一言ですね、MT-01。 はい、それがまずありまして、その下には、同じ大型ですけれども、今度は、走りを楽しむというよりか、走りをたしなむというね、はい、感じの、本当になんていうのかな、肩肘今度は張らずにね、もう本当にのんびりと、流せる、そういったバイク、そしてその流すという行為が、この上なく気持ちよく感じることのできるオートバイ、はい、味わい深くて、しかも見た目もね非常に空波好みで、エレガントで、美しいと、いうことで、このダブルの650というオートバイがあります。はい、これはねもう多分ですけども、そうだな、本当生涯手放さないんじゃないかなとすら思えるぐらい、いいかなと。まあ壊れたらダメですよけどね、壊れない限りは持ってるのかなと、本当に思うくらいいいバイクだなというバイクがあります。まあそして 250cc のところになると、本当に味わいということではね、まあ、決して便利ではありません。で決してあの稼働率も、稼働率っていうかあんまりこうなんていうかな、通勤とか、買い物に使おうとは思いませんが、そうですね、エストレア、はい、このバイクもね、本当に乗り味っていうか乗り心地っていう部分では、完全にぶっ飛んだバイクです。これ以上のバイクは僕は見つけられません、今まで乗ったバイクで。はい、そのオートバイはありますし、さらに今度は、ロングツーリング1台でね、ロングツーリングから、普段使い、もし、まあ、そこから、まあ、買い物であったりね、通勤まで、全てをこなしてくれると、いう
GSR250S、はい、このバイクは本当に驚きでしたね。もう本当に、1台だけにしろって言われたらもしかしたらこのバイクになるかもしれないですよね。だからそのぐらい本当にオールマイティで何でもできる。でしかも、どれをやってもこうある程度、まあ、合格ラインというわけではなくて全てがいいです、最高ではないのかもしれませんけれども全てがいいです、はい、そういう GSR があって、そして、125cc のところには、今この乗ってる本当にキビキビ走ってね、軽いしね、気軽だしね、本当に、この、バイクにはね、助けられてます。本当に一番よく働いてくれてるバイクですね、その波の持ってるオートバイの中では。まあ、ただね、これ今だからですよね、空波、はい、今だから、このバイクは、空波にとって、その5台っていうのはベストなわけです、はい、これが例えばですけれども、もうちょっとね、空波が年を食ってきて、はい、まあ、しんどいなと、バイク大きい重たいバイクしんどいなと、感じる頃になったら、なったらもしイフですよ、そうなったらじゃあどういうラインナップになるのかなと、はい、いうところをね、ちょっと今日はね、話していきたいなと思うんですよ。まずね、まずで手放しというかまず無理だなっていうのが来ると思うのが、おそらく、はい、おそらく MT-01 です、はい、まあこれは皆さん分かっていただいてると思いますけどね、 MT-01、はい、ここはちょっと厳しくなってくるのかなというふうに思います。で、まあ、もしね MT-01 を、まあ、手放した場合、はい、大型のダブル6番はそのまま残すんじゃないかなというふうにね、空並みは感じております、はい、そしてもう1台その MT-01 にもし5台体制というのを変えないのであればね、MT-01 の代わりにじゃあ何を入れるのかといった時には、ここちょっと難しいところなんですよ。まずね、ミドルを、入れると、いうことになるんであれば、まあ、おそらく前々から言ってるね、ベルシス650、はい、これを、入れるのか、もしくはもう大型をやめるのかっていうところですね、はい、中型、400cc クラスを1台入れるのか、まあ、これもね前々から言ってる、テンプター、はい、もしくは、そうですね、本当に堅くなに、乗ることを拒否している SR 、はい、まあどうなんでしょうね、多分ですけれども、まあ、ベルシスを入れるっていうことは少ないのかなっていうふうにもちょっと思いますね。なんでここはおそらく一番大きい排気量がダブル6番で、その下が、テンプタもしくは、SR のような、単気筒の 400cc、まあ、CB400SS でもいいんですけどね、まあ、やっぱりちょっと味的にね、どうなのかなっていうのもありますからね、まあ、どちらかなのかなというふうに思いますね、はい、そして 250cc クラスのところは、これはかなり考えものですね、はい、これはかなり考えものです。やばい、おそらくですけれども、まあ、空波的にはですね、まあ、ダブル6番、があるんであれば、もしかするとですね、ここは1台減らすのかもしれないですね。 250cc のところだけ2台ありますからね、まあ、確かに車検はないし、維持費もねそれほどかからないので、250cc はそのまま2台残すとこういうことも考えられますけれども、これねどちらもね、まあ、正直に言いますけれども、今空波にとってですね、この2台、つまり、GSR250S と、ストレアっていうのは、これは本当にどちらも壊れるまで持っていたいなって、最近思うぐらいいいっていうか気に入ってるんですよね、まあ、ですので、なかなか難しいかなとは思うんですけれども、まあ、そうですね、まあ、あえてどちらかを、外
外すということになれば、これねおそらくなんですけどね、って皆さん思うかもしれませんけど、やっぱりレストレアかなと、いうふうに思います。まあそのためキャブが好きなんですよね。キャブ車が好きなんですよ。キャブ車の味とか、まあキャブ車のこうなんていうのかな、どんぶり感情的な面調とか、まあそういうのはすごく好きなんですよ。まあですから僕は、ダブル650買うときにね、ダブル800を選ばなかった一つの理由はそこです。はい、そういったとこすごく好きなんです。でもそういったところがすごく好きな空波でさえ、現在ですね、キャブと FI の比率を見ますと、3対2で FI なんですよ。まあだんだんこうなってきてます。まあこれはもう時代の流れでしょうね。はい、まあキャブが好きなんですけれども、やっぱりこう、ある意味ね、完全にこうどっかに行きたいっていう時はやっぱりエストリア困るんだよね。エストリアだけとかいう形に250がなると、正直困るんですよ。だって250で出かけたい時に冬に、まあある程度ね、こう時間が差し迫った時の出かけなんていうのは無理ですからね。エストリアだと止まりまくるからそうなるとやっぱり GSR250 を、残さざるを得ないのかなと、いうふうに、思いますね。で、そうなってくるとね、こうなんていうのかな、もうその頃っていうのは、もしかしたらね、空波とりも、仕事をしているかどうか分かりません。まあなんていうのかな、正社員で働けるっていうのはね、働けても60歳までですからね。はい、その後は、再雇用という形になってだいぶ緩くなるのかなとも思いますしね。そうなってくると、そうですね、このグロム、はい、グロムっていうところも、ちょっとね、考えたいなと、思うところなんですよ。今は全くこのグロム、こう買い替えたり乗り換えたりっていうする気は全くないんですけどもね。そうですね、やっぱり、将来、まあ一度くらいはね、僕は前々からよく皆さんにも言ってるんですけれども、こう足が悪いんですよね。左足が、アキレス腱を断裂してて悪いんですけれども、その関係もあってシーソーが踏めないんですよ。でシーソーが踏めないっていうこともあるので、なかなかこう株に乗るっていうのがね、難しいんです。ですので、まあ株を買うと、いうことはね、あまり、考えてないと、よく皆さんにもね、申し上げるんですけれども、やっぱりね、一度は、株に乗ってみたいその気持ちはあるんですよ。で、じゃあ、株に乗るんであれば、何に乗るのか、株って言ってもね、本当いっぱいありますからね、いろいろあります。で、そうですね、まあ、最近で言うとね、早山さんが、まあ、株の90を、買われたりね、してますし、まあ、高いものだと、C の125、まあ、なんていうのもね、ありますけれども、やっぱりね、空波は、まあ、株に乗るんであれば、これが欲しいなっていう株が、実はありまして、それは、株プロ110タイヤのインチがちっちゃいやつね、はい、あれ乗りたいですね。で、まあそうですね、そういったようなラインナップになって、どうでしょう、ダブル6番、まあ何でしょう、テンプタにしましょうか、ダブル6番、テンプタ、GSR、株プロ110、はい、いいですね、はい、そんな、未来が、本当に来たら、どんなに、嬉しいことかなと、いうふうに思いますね。で、まあ、さらに言うなら、そこからね、もう大型、引退かなと、いうことになったら、ダブル6番、それからテンプタを降りてね、もうそして、GSR250 と、まあそうですね、株プロ110、この2台っていう形になって、最終的には、GSR250S もね、はい、降りて、株プロ110だけになるとそういうのが本当に僕にとってはある意味理想かな。まあただね、そんなに、うまく人生なんていうのは、運ばないものですからね、はい、
なかなか難しいとは思いますけれどもね、はい、皆さんはどうですかね、やっぱり、こう今1台持ちの方もしくは複数台持ちの方、いろいろいらっしゃるとは思うんですけれども、今のねご自身のラインナップ、まあ、1台、なのか複数台なのか、分かりませんが、それからもうちょっと、まあ、何年後をこう想像するのかはね、その人によって違うとは思うんですけれども、ちょっと先のご自身のラインナップ、まあ、そういったようなものを、想像してみるとね、まあ、今後のね、その乗り換えですとかね、まあ、増車、まあ、減車、なんていうのもね、なんとなくなんですけれども、こうイメージとして、見えてくるんではないでしょうか。はい、冒頭でもね、申し上げましたけれども、想像するだけなら、ただです、はい、増車もただです、乗り換えもただですですから、いくらでも、イマジネーションイマジネーションしましょう。